はいどうも、大成です。鈴です。それです。アイビーです。はい、リュウ君不在でーす。入れ替わりました。はい、前回の動画と入れ替わりましたね。最近ニューバランス節ないっすね。確かに。確かに。そうなんですよ。よくぞ言ってくれた。アディダスに走り始めた。いや、アディダスもう終わり始めた。あれ、早いトレンドが。今はコンパスがいいです。ああ、なるほどね。俺もコンパスがいいと思います。ですよね。やっと来たかこっち側に。また回ってきた感じ。こっち側に来ましたね。ということでさ、2月どうでした？恋の季節って聞いたんですけど、なんか巷の噂では、恋の季節ということで、バレンタインデーチョコ誰が一番多くもらったでしょうか？やっぱテルから言ってもらって。ジェロえ、ジェロさん本当に嘘でしょ、この中で一番有力候補だよ。嘘やん。もう僕はもう安定的におまんじゅうです。おまんじゅう分かりにくい。おまんじゅうです。ゼロってことです。ゼロです。あ、ゼロなんですね。マジっすか。俺やっぱ勝ち目あるかもしれない。マジでこのなんか結構ちょっとスンとした感じの顔やったぜ。はい、お願いします。はい、ゼロです。まあ1ですね。え、私は誰ですか。うわ、出ました。出ました。彼女って1アカウントしていいんだっけ。いや、なしです。ダメなような気がするんですけど。ダメっすよね。じゃあゼロっす。今日は2月ご入院紹介でございます。よっ。2月早かったね。めちゃめちゃ早かったね。あっという間に終わったよね。おお、びっくりした。今回も視聴者配りでいければなと思ってますが、はい、じゃあ恒例のじゃんけんで最初はグッジャッキっぽい。おお、俺今年じゃんけんめっちゃ強い。せーの、最初はグッジャッキっぽい。うおお、やばい。今日あれしてないじゃん。あ、やばいわ。なしでやってみたらあれですか。あ、そっか。最初はグッジャッキっぽい。ほら、やばい。え、嘘でしょ。やっぱ未来見えてんだ。やっぱ未来見えてんだ。俺あれ一回やってみて。あ、見えた。せーの、最初はグッジャッキっぽい。あいこでしょい。あいこでしょい。おお、あいこでしょい。うわあ、ほら、すげえ。来ました。唯一でございます。これいいっすね。そうなんですよ。シューキーパー入れなきゃいけないんですけど、レッドストックで買った古着のシューズですね。これかっこよかったよ。アントレディーチの動画見た人はわかるかなと思うんですけど、トレディッチさんで購入させていただいて、でもう僕以前もトレディッチでブーツ買ったんですけど、ちょっとブラウンハマってまして。最近結構ハマってるよね。そう、僕もブラウンハマってるんですよ。そうなんか急激にブラウン欲がやばいんですよ最近で。しかも2の部分がちょっとスクエアなんですよ。完全スクエアっていうよりかはね、丸みを帯びたスクエアなんですごい落とし込みやすいなと思ったのと、あとヒールが結構高いんですよ。なんでスラックス合わせたりとかしてデニムと合わせてもかっこいいかなっていうところと、ここがめっちゃ綺麗な、すげえ綺麗だなと思って。で価格もね、これ2万ちょっとぐらいだった。結構良心的やったよね。はい、デッドでこの感じだったんで、まあデッドで2万ってどうなんだろうって。安いっすよね。そんな高くないかなって僕は思ったんですけど、すごく使いやすそうな手術だなって購入させていただきました。次が、すみません、現物が事務所に忘れてきちゃいまして、地区なんですけど、サブレーションズの SS のボンテージパンツってものがありまして、結構あれマジで気に入ってて、まあ、今年なんかそのちょっと細身のパンツにチャレンジしたいなと思っていて、あのパンツを僕がマジで欲しくて作ったんですけど、僕が購入したのはラバーコーティングを最終圧着で仕上げてるんですけど、そのラバーがちょっと落ちてくると若干こう風合いも変わったりとか、まあ、経年変化がより楽しめるデニムになっていて、ジップのボンテージパンツって2000年ぐらいにめっちゃ流行ったんですよ。それこそヘルメットラングとかがその形をなんかこうやってるのが有名なんですけど、本当にラングって膝下にこうバッテンが入るんですよ。はいはいはい。でもうちは膝上に1本だけベルトを入れて、あとはこうジップでなんか調整できるようにしてたりとかしていて、すごくねかっこいいパンツなんで、これはね SS にちょっとこうリップで合わせるとか、はいはいはい、それこそカルマンソルジーで合わせてちょっとトゥーちょっと出すみたいな。革靴合わせて、そういうちょっとミニマルでモダンな感じに合わせていきたいなってところで購入させていただきました。で6万円ぐらいです価格は。でデニムで本当にガシガシ使えるようなパンツになってるので、マジでおすすめでございます。見たかったね。いいものなんだろうなって思いながら僕らは話してます。画像は出せます。あ、本当ですか。はい。この辺に。なるほどね。え、めっちゃすごい。私めのショーはじゃん、こちらでございます。08サーカスのトラックジャケットですね。あ、これ着てたやつだ。着てました。セルもかっこいいですってふざけてコメントしてきました。ふざけて大勢2にリュウ君今日いないんですけど、大勢さんそれいいっすね。ああ、リュウ君めっちゃうまくない？うまかった今の。大勢さんそれいいっすね、いいそういいそうって言ってきました。いいそう。ちょっととろみ感になる、少しツイルジっぽい感じだね。そうなんですよ、もう本当にジャージっぽい感じですね。パイピングも黒でなじませでやってて、すごくね、でも大きめなんですよね。超大きいトラックスーツみたいな感じで、一応上下買ったんですけど、結構上の方がよく使ってますね。すっごい使いやすいですね。一応ポケットはあるんですけど、コンシールファスナーになってるので見えないんですよね、あんまりポケットがあると。でもちゃんとポケットがあるっていう仕様になってて、あとシルエットも結構綺麗、肩もすごいドルマンスリーブなんで、ストンと落ちるように着れるようなトラックスーツになっております。ただ結構大きいから、大きいトラックスーツが苦手な人はちょっと難しいかもしれないけど、トラックスーツっぽくはないじゃん。本当にブルゾンに見えるような感じだから、だからちょっと苦手な人でも着やすいかなと。これで僕の松竹梅はこちらでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。安定的に買ってるね。はい、今月も。でも今回爆発的なやつは1月爆発させていただいたし、2月はちょっとしっぽりとね行かせていただきました。しっぽり1月ビッグバンだったもんはい、じゃあ次でございます。はい、2ヶ月ぶりぐらいやってきましたね。久しぶりだね。はい、僕の松竹梅紹介したいと思います。ではまず梅から。梅はこちらです。もう着てるんですか？着てます。ニット、ニットです。まさかのニット。困る。違う違う、確かにこれシュプリームのニットです。シュプリームなんだ。今年僕個人的なテーマでシュプリームとかそういったストリートブランドの切れ目のアイテム着たいなと思って、でこれ今年買ったもので、古着屋で購入して17,000円ぐらい、意外とお手頃。ちょっと透かしというかローゲージで、でも目が細かすぎないというか、かわいいね。ちょうどざっくりしてるので春先もいいかなと思って買いました。珍しい、そう、結構珍しいです。なんかこれ着てるとなんかお兄さんって感じする。お兄さん感あるよね。なんか運転とかしてるとすごい安心感ありそうな方で、めちゃくちゃ局所じゃないですか。局所中の局所。頼りがいがね、パスミットっていうことで。なるほどですね。あれじゃないですか。まあそんな感じで、まあこれインナー、今ちょっとヒートテック着てるんですけど、これインナーで白いロンティ着てもまたちょっと言い方変わって可愛かったりするんで、これ結構おすすめですね。意外と多分2万円以下ぐらいで古着だったりメルカリあるんで、あ、そうなんですね。見てみてください。はい。次、僕の2つ目、こちら。よっ。なんですかこれは。あなたもよくアイウェア買いますね。意外と買うようになりましたね。出るね。開けます。はい。おお。ジェントルモンスターのクリアフレームのサングラスです。これフレームが本当にクリアで、で骨が金なんです。そこがまた可愛いなと思って今回買いました。珍しいね、クリアとか。俺がなんか2年前とクリアのフレーム買ったら、「やすさんそれ研究員みたいですよ」って言ってた。研究員になる。でもいいでしょ、やっと分かってきたでしょ。いや、やっと分かってきました。最近顔周り寂しいなと思って、普通のものを持ってるんですけど、クリアフレームであんまりこういいのないなと思ったんで、確かに確かに僕の顔的にスクエア調で大きいものが似合うので、今回これを選びました。ジェントルモンスターできますしね、日本に。青山、ついに店舗ができます。嬉しい。上陸でございます。上陸です。いいと思います。ジェントルモンスター好きだよね。僕好きですね。なんか形がすごい顔に合ってるというか、僕の顔的にまあちょっと丸顔なのもあるのと、目の位置がこう離れてるので、こういった血の厚みがありつつも大きめな形のものが似合うので、いいと思います。よくこれを買ってます。ありがとうございます。これなんかシックなスタイルに合わせるとまた一気に明るけるよね。メガネなかったら、さっきのいいそれ褒め言葉だね。確実に。いや、褒め言葉だよ。おっとすごい。僕の賞はこちらです。どれ？ニット、ニット、オブニット。これです。あ、うちね。とばりです。お揃いです。お揃いです。ピアーズ。そうなんですよ。ありがとうございます。可愛いよね。そう、これ可愛くて出た時から欲しかったんですよ。はい。ただ一個難点が首が太くて回らなかった。これ特注です。これ僕よりも5センチ長いです。そっか、ガチで特注で作って。デザイナーに特注してもらいました。鈴くん別注。すず首太すぎて回んないっていう。20巻きがこれ販売したの1 1年半とか2年前とか、まあそうっすね、結構もう経ってますよね。だってサンプル見せた時にもういいってなってたもんね。そう、サンプルを僕販売前に見て、めっちゃいいじゃないですかって、大成さんが5通りぐらいあるんだよねみたいな。最初20段の超過をやったらもう首回んなくて、首縛ってたもん、首縛って結果顔ばっかの。そうそうやって変えられるのいいよね。いや何パターンか形をね。そうなんです。これもなんとかギリ今やっと5通りできるようになったんで、あとちょうどまあ最近 IUA が増えてるってこともあって、僕個人的には垂らしてつける。ああなるほどね、なるほどね。ここにそう IUA フォルダーになるんで、そうここ通せるんで。あ、それいいね。あそこはめっちゃいい。お、めっちゃいいやん。しかもこのクリアとの合わせめっちゃいい。そうなんですよ、これめっちゃ可愛いなと思ってて。だからまあ僕こういったちょっと長めにこれはつけてるんで、この組み合わせで夏もいい感じにできるかなと思います。めちゃくちゃ可愛い。めっちゃ良さそう。しかもさ、シルバーとかそういうものって一回さ気に入るとさ、もうずっとつけるやん、なんか頻度高く。そうだからデザイナーの子も知ってますけど、事務所で会った時にどうですか、進んでますか聞いたりして、進んでますか、地味にプレッシャーを与えて、あ、やんなきゃって言ってたよ。もう特注なんで大事に使ってください。ありがとうございます。テルボですね。はい、ということで僕の松竹梅の梅からいきます。はい、一方目こちらです。はい、これはシンスのショルダーバッグになります。はい、これ人気だよね。かなり人気でして、今からね、その人気の理由を話していこうと思います。はい、ちょっと先輩たちにプレゼンします。今からまずこちら、なんといっても最大の特徴ですね、サイズ調節可能です。はい、サイズ調節ができて、しかもこれ可愛いのが、サイズ調節をしながらここの部分をギャザーにできるんですよ。だからこういうのを普通に巻いてもいいんですけど、こんな感じでこうキューッと絞ってクシュクシュにしてね、クシュクシュにもできるんで、手持ちもできるし、声掛けできるで、夏とかになったらこれショルダーにもできるんで使えるっていうのは最大の1個ポイント。便利だね。なるほど、めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いです。あと5個ぐらいポイントあるんでいきます。はい、次がこちら、ナイロン素材なんですけど、綿中に入れてるんで肩痛くなんないんですよ。ああなるほどね。背負った時に肩が痛くなんない。確かに。なおかつ撥水加工ついてます。なるほど、はい、撥水加工好きです。はい、なので雨の時とかも結構ぶっかけでもぶっかけ OK です。なるほど、お願いします。で、ペットボトルホルダーもついてます。はい、これ実用性もあると。 SS 最高だね。 SS 最高。僕絶対ペットボトル今日も炭酸水持ってたりとか持ち歩きます。そしてここまあダブルファスナー、はい、で開けるとさらにここに収納あるんですよ、もう1個。はいはいはい、カバンの中身が面白いですね。しかもパソコン入ります。意外と入んねそうなみたいで、大容量、発生加工付き、サイズ調節可能でデザインも変わるペットボトルホルダーついてる。約6800円です。圧倒的安さ。圧倒的だ。勘弁してください。こっちが作った本人が勘弁してください。ということで続いてちくわこちらです。アイビア多めだね。なんか先月も買ってなかった？先月も買ってました。これはゲッパールですね。はいはいはい。前回はそうです。ゲッパールはちょっと幅狭めで、これに関してはダメージゾーンでこれにしました。価格も39000円かぐらい、4万しないぐらいで、まあこれ特徴としては太縁ですね。僕前別光だったんですけど、今回黒真っ黒ということで似合ってんだよな。この形似合う。これめちゃくちゃ良くて、これもかけた時にこの幅が狭いんで、狭いんでちょっとはまるっていうのと、縦が長いんでこの顔の下半身が狭く見えるんですよ。顔も小さく見えるし、レンズのこのカラーも薄めのブラック、少し雰囲気あるんですよ。ちょっとなんかこう待ちながらすれ違ったらなんか聞きたくなるようなアイビアス、これどこのだろうなみたいな。これはねおすすめです。めっちゃ可愛いと思う。ギバってるわ。ギバった。アイビーさんちょっといいですか？あ、確かに。ダメージどうです？めっちゃいい。ありがとうございます。なんか映画監督もう山田孝之にしか見えない。なんかもうひげ濃くなってくるにつれてやっぱそれを言われるようになる。なんかもうアイビーかけたらより山田孝之なんだけど。マジで。じゃあ明日から毎日僕アイビーかけます。大成さん見たいです。大成絶対似合うですよね。まあこの形は似合う。この形はアイビーみたいな似合うよね。ゲパールの幅あんま似合わないんですよ。めっちゃ似合う。いや見てない。見ろ。ああでも似合う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 。ニュースキャスターのめっちゃな解説できる系の評論家っぽい。インテリ系ですよ。なんか仕事できそう。めちゃくちゃ頭良くなりそう。今日は雨でしょ。言ってること単純化。はい、ということでラストはこちらの。国旗のスウェットになります。国旗スウェットが可愛いね。可愛いんですよ。アイビーさん好きそう。いや好きそう。好き好き絶対好きですよ。これもともとインラインでもあって2色かな。あってすごい可愛いなと思ってたんですけど、今回サイン行った時にサイン別注の別注カラーですね、レッドがあって、しかも僕好きな色赤なんですよ。いつから赤好きなんだろう。いやなんか赤っていうかオレンジとかも含め、ああそうかそうか、結構暖色のねオレンジ好き。あそうです、暖色のオレンジ好きで、暖色のオレンジなんでいろいろカラーあったんですけど、春らしく明るい色が欲しくて赤のスウェットにしました。なんか赤すぎないのがいいね。あ、そうなんですよ。ちょっとフェードかかってるのが良くない？これいいんですよ。この辺とかもちょっとこう汗た感じのデザインだったりとか、刺繍この辺とかももう一個一個こう細かくされてて、国旗やっぱかっこいいね。かっこいいですね。 LVMH の賞ファイナリスト残ってたね。すごいね。そう、多分次残ったらすごいと思う。国旗やばそうだね。結構その俺の周りのスタイリストさんとかでも次のなんか気になるブランドというか来てるブランドってどこですかって聞いたらマジで国旗って出てくるんですよ。多分来るとこの後素晴らしい。おっすね。いい購入になります。ありがとうございます。あれちょっと待ってください。なんか先月ニット VS スウェット。俺怖いこと言われてる。なんかニット VS スウェットでニット派の。そうっす。大前提そうです。どっちもですよね。ニット派の方が今ニット着てるんですけど、でもスウェットも全部必要なんですよ。ああなるほど。あの時納得したから買ったってことでしょ。そうですね。納得されてありがとうございます。スウェットもいいな。その動画見てほしいです。マジでもうすぐピンってこう手のひら返し、手のひら返し。はい、ということでね、私のバイバこちらでございます。みんな着用してる今日。これはですね3択の新作のアイテムなんですけど、初めて見た。そう、レザー見えするサテンのジャケットなんですよ。やっぱりこう3択といえば割とこうなんかてらやかな生地というか、まあ、シャカシャカした生地だったりとか、光が当たった時に表情が変わるようなそういう表面感が面白い生地だったりとかっていうのをこう使って作ってるものが多いんですけど、まあ、その中でもひときわ結構生地に今回こだわって作ったジャケットなんですよね。で僕がずっと8年間ぐらいスーツ担当したんで、そういうドレッシーな落とし込みをしたいなと思って今回ボタンを金ボタンにしたんですよ。だけどブレザーまでいくとリアルクローズで落とし込みづらいっていう人たちがいると思うんで、なんかジャケットとコートを掛け合わせたようなジャコットみたいなイメージで作ったっていうのが今回のこのジャケットで、これしかも中がチェンジボタンでボタンを変えれるんですよ。でこの付属のボタンも今回つけてるんですけど、付属のボタンが別光調の足つきボタンなんですよ。だから本当に上品に着れるジャケットみたいな感じで、今日みたいにこういうドライバーズとかタートルネックとかと合わせてジャケット見えさせてきてもいいし、普通にロンティ1枚とかにさらっと羽織ってこれボタン変えてシックな感じ楽しんでもいいしみたいなので、クロスコーデが楽しめるようなジャケットになったんで結構ドハマりして、大成君僕9日連続とかで会ってたんですけど、ほぼ毎日これ僕色違いで着てます。めっちゃいいっすね。これやばいよね。色がこれネイビーとブラックあるんですけど、まあ圧倒的にブラックの方が人気そうなんですよ。ブラックって買えます？全然買えます。いらっしゃいませ。チャリン一分。レスカのメガネ。こちらです。ラウンドなんだ。そう。しかもこれレスカなんですけど、レスカっていわゆるクラウンパントって言われる、クラウンパントのイメージある。イメージが強いんですけど、今回僕が買ったのはレスカのバートっていうモデルなんですよ。クラシカルなモデルで丸メガネなんですけど、バディオプティカルとかユーイチとヤマとかの丸メガネ、メタルフレームのものは持ってたんですけど、この太フレームの丸メガネがなくて1個目これを行かせていただきました。どうですか？ああいいっすね。やっぱアイビーさん似合うね。悪いのこういうやっぱこうジャケットスタイルとかこうきれいめなスタイルに合わせてこういうちょっとこう優しいメガネをかけたくて、重厚感はあるんだけど優しさがあるみたいな、そういうこうとっつきやすさを表現したようなメガネかなと思ってて、これ多分ねまた黒縁やとちょっと違うと思っちゃう。なんですけどこの僕別光みたいなのが好きなんですよ。別光だけど黒じゃなくてクリア寄りなんですね。そう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 。これ丸メガネじゃないですか。丸いの似合う顔の形があるんですか？あるよ。ある。俺マジ似合わない。ちょっと一回やってみて。ご飯です。でも悪くないよ。この人何でも褒めるっちゃけど。俺でもこういうタイプマジで似合わないんだよな。いや、これに関して言うと割と彫りが深い人、顔が濃い人は似合うと思います。ちょっと優しめな雰囲気なんですよ。だから本当に優しい顔立ちの人とか、最近トレンドなちょっと顔が少しこう薄めな感じの人、韓国系の人とかかけるとやっぱちょっとこう浮いちゃうというか、ほんとご飯ですよみたいな雰囲気になっちゃったり。誰がご飯ですよ。僕のラスト、松ででん。僕の松はクーキーズのセットアップでございます。ありがとうございます。デニムセットアップでございます。これ最近動画の画角とかで着とったらめっちゃ聞かれる。めっちゃ形とかもいいし、色感の感じとかもすごいいいんですよね。本当にワンウォッシュかかったぐらいのデニムの色で、意外と硬すぎない。なんかのりが結構こうバリバリこうついてるようなデニムジャケットって僕結構苦手だったりするんですけど、これはもうなんか最初からそんなバリバリすぎない。子供服が多分起源になってる。ボタンとかもこれちょっと大きめなキャッチーなボタンの雰囲気になってて、ボタンもこれ多分ねオリジナルなんですよ。結構デニムジャケットでこういう感じの大きめなボタンのタイプってそんなになんかこう見かけなかったんで、いいなと思って買ったのと、近年大体出てるデニムジャケットって結構緩めなんですよ。なんだけれどもこれ意外とタイトでショートだとかで、下のパンツがこれ緩いっていうような A ラインシルエットで着れるセットアップになってるので、アイビーさんデニムのセットアップとかで着るんですか？結構初めてです。これですよね。アイビーさんのイメージ最近結構いろんなカテゴリー挑戦してますよね。最近結構いってる。デニムは本当に1本も持ってなかったんやけど、今回で人生で2本目。ジーンズ、ジーンズ。だからそういうなんか最近なんかいろんなジャンルのテイストにチャレンジしてるのも本当にこの方々のせいです。いろんなブロック知ってるんで。はい、ということで2月の購入品を紹介させていただきました。松竹梅とね、さまざまなアイテムがあるなと改めて感じる機会だったんですけど、まあやっぱりこれ振り返るのは大事なんで、これ振り返って来月どうそれを超えていけるか、次の来月の自分にどう勝てるか。今回は僕1月の自分に負けてるんで、あ、確かに確かに、ちょっと頑張って自分を超えられるようにブーストかけていけるように頑張ります。なので皆さん春物買い足してるところだと思うんで、ぜひとも皆さん参考にしていただいてね、買っていただいたりとか、あ、春みんなこんな買うんだったらこういうのを買いたいなって方とかもね、いらっしゃるかなと思うので、ぜひともこの動画グッドボタンとして保存しておいていただけたらなと思います。はい、ということで本日は以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。